はですね、今回のツアー中ずっとリクエストされてずっと歌ってきた曲なんですけど、で多分そのもっちゃんにあげてもらった動画でもこの曲の MC かな、結構みんな見てくださってこの曲がバズったんですけど、何度も何度も言うけど、会いたい人に時間を使って、好きな人にちゃんと気持ちを伝えてください。結構 SNS 上でやっぱり私のファンアカウントみたいなのがあるんですけど、せっかくあげてくれたファンのこのねアカウントがもう本当にアンチのコメントで埋め尽くされてるのを見ると、なんか本当に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいになるんですよ。でもそれを見て毎回思うのがね、なんか自分が誰かをジャッジしたり、こうちょっと傷つけるような言葉を言うことに時間を使うんだったら、どうか好きな人にいっぱい時間を使ってほしいなって思ったんですよ。明日死ぬかもしれないのに嫌いな人に向けて発する言葉なんてもったいないじゃないですか。だから私はできるだけ綺麗な言葉で、みんなにポジティブな言葉を伝えたいし、そういう活動をしていきたいなって。でたくさんいっぱいバカにされてきた分、いっぱい傷つけられてきた分、いっぱいその人のこうなんだろうな、奥にある悲しみを受け取ってきた分、私はみんなに愛で返そうって思います。最後の曲は、きっと本人はそんな気持ちで書いたかわからないけれど、私はこの曲すごく愛で溢れてるなって思っていつも歌ってます。最後はたくさんの愛をもらって帰ってください。メロコありがとう。本当に皆さん全国ツアーありがとうございました。ラストも盛り上がっていきましょう。ありがとう。少し伸びた前髪をかき上げたその先に見えた緑がかった
本当に皆さんありがとうございます。